栄 TA ローは2008年7月5日から2009年7月1日まで中京テレビで放送されていたバラエティ番組である軽楽産業グループの単独提供全51回2008年6月まで同時間帯で放送されていた TA ローのリニューアル版で当初は司会の石田純一と森下千里が現役女子大生チームの TA ローガールと共に 名古屋の中心、栄を徹底的に調査するという内容で放送されていた。その当時は番組企画のために栄の街頭でアンケートを取ったりしていたが、その後しばらくしてゲストアーティストがスタジオで生ライブを行ったり、TA ローガールや同時期より準レギュラー入りした SKE48 のメンバーたちがトークやゲームをしたりする。 堺発初の音楽番組としてリニューアルした。番組は毎回サンシャイン堺で公開収録を行っていた。なお、当時中京テレビ公式サイト内に設けられていた番組公式サイトも同アドレス上にあった TLO 公式サイトの跡地を再利用したものだった。当初は出演者のプロフィールと観覧希望者募集の告知を掲載しただけの非常に簡素な作りだったが、 番組本編で SKE48 の担当コーナー名古屋征服計画がスタートすると公式サイトも同コーナーについて特集したブログを併設するようになった番組が終了した現在ではどちらもすでに閉鎖されているいずれも日本標準時インは TA ローからの継続出演者であることを示す TA ローガールとは東海三県各地の大学や短大に通う 現役女子大生を中心に構成されたグループである。このうち、神谷美雪、高傑美咲、成瀬司の3人は2009年3月に大学を卒業したため、同年4月1日放送分の第5泣さよなら太郎がある卒業大 SP をもって番組を卒業した。ありがとうございます。